覚が風鈴がめっちゃある。あ、またここに戻ってきた。なんかすごいレトロな感じの建物ですね。あ、でもここカフェコーナーなんですね。あ、もういや時間ないから急ごう。あ、やばいやばい、45分ぐらい滞在しちゃいました。ダッシュで行かないと間に合わないです。純愛の聖地アジ観光交流館というところにやってきました。うわすごい、なんかめっちゃレトロな建物が見えます。うわすごいね、これ右から読むかな、これなんて読むんだろう、これアメヒラ、わからん、マジでなんて読むかわからん。世界の中心で愛を叫ぶ結び地蔵なんてのもありますね。ちょっとマジでなんか喉乾いたからなんか買おうかな。こんな感じで観光交流館があります。ここの中は喫茶店のようですね。ジュースコーヒーか、美味しそう。でもホットしかないのか。のダルマソーダください。生クリームにストローを刺す。あのカジさん、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 なるほど。こっちは NHK の、はい、あのプレミアムで風見慎吾さん、はい、あ、そうなんですね。この二つはあの雪貞監督で、あの世界中の、うん、この写真の右の端の監督なんですけど、はい、あ、なるほど。なんかね、すごい急で細い坂を下ってきたんですけど、まあ、あっという間だったんで全然大丈夫でした。ちゃんと、何台か止めれる駐車場もありますし、でも向こうがなんか武井観音ってところかな。でここが、四国最北端の武井岬です。あ、すごい島がよく見えてめっちゃ綺麗です。あっちの武井観音の方にも行ってみましょうかね、うん、ここが武井観音寺ってところのようです、うん、でまだ奥の方にもちょっと道が続いてますね。行き止まりのようです。うわ、それにしてもすごいいい眺めです。めっちゃ綺麗。わ、海すごい綺麗です。
最北端の岬です。じゃあ次はちょっとね、渦潮を見に鳴門の方に行きたいと思います。すごいめっちゃ綺麗だった。こうやって見ると坂めっちゃ急やな。何でしょうこれは。なんかよくわからんけど海岸があったんで、ちょっと撮ってみます。え、何これ、アート美術館。めっちゃ気になるんですけど、でも時間ないので諦めます。あれか。ご視聴ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。